どうも世界数少ない100億人のカラコンの皆さん、ございます12月6日でございます。午前10時です。あら、ハロ西ですわ。ハロ西ですよね、タイク。ハロ西です。10時ですよ、10時。神奈川9時オープンですよ。マジでごめん、マジでごめんなんだけど、ちょっと早く行きましょうよ。早くパチンコ行きましょう。行きましょう。ちょっと意気込みお願いします。寝落ちしないように頑張りましょうかね。はい、今日4時まで編集頑張ってくれてたんですけど、新構成いろいろ時間使ったと思うんですけど、はい、そんな関係ないんでね、9時にパチンコが始まるんで、はい、行ってきまーす。おはようございます。朝起きてから開始10分でもうバイク乗ってます。じゃ10分以上は経ってると思うけど。あ、経ってる、うん、あ、経ってんだよな、あれだけ。あ、ね、これからバイクで40分移動してきます。寒いよ。ホントにいいんじゃないかな。鎧は若干プラスかな。こんな感じです。やってみます。何もくらい。え、ちょっと待って、すげえよ。今なんとなく体操を見てたら7が転廃した。これやったな。取り戻すため修羅の国へ渡る剣士郎。
国にもまた。いや、ならこねかな。お、これは367。ありそうだな。真ん中7だと熱いよね。あ、来た。あ、来た。なるほどな。これはいけるだろう。さすがに2回も外したくないな。まあ、さっき1回で俺ね、外したからね。あ、エクストラか。もらった。ドラボタン行きまーす。はい、何もならない。ドラボタンを押すとキラリフラッシュ出るんだよね。はい。Yeah。よしよ、ラッシュゲット。ウェイ。しょぼいな、ほんとにな。死んでる。え？
そう。おー、ひどいな。紫色ですね。紫？紫色が成功したんじゃないですか。紫色が成功したんじゃないですか。そう、なんか安定して、安定してるやつ。そうですね。はい。得意の部分です。何行くのこれ。ジャンキーお前かよ。青いじゃねえかこれ。赤いいいよ。もう前の演出一切ないから分かんないよね。もうちょいもうちょい。あんもしないか。チャンスだった。こいつ。ああ、いやいやいや、いけたいけた。ただのええー、ね、これはいったな。もらったら初めてのパターンだった。よしよし、ラッシュいかねえかな。何を出してくれ。はい、ジャックパンチ。もうもらった。もう負けない。目つぶっちゃった。目つぶっちゃった。あ、つぶんない。ちょっと待って、やばいやばい。あ、ボタン押したい。オートじゃない。あ、あ、あ、よっしゃ。
だもん。稼働終了です。稼働終了してちょっと先に編集全然全く終わらないので、一旦抜けて、今何時だ ?7 時半ぐらい、なんですけど、抜けてカフェ行って編集して、また明日も朝早いって言うんで、そこしてやっとこうかなと思います。はい、行ってきます。
こで上がる。北斗神拳は無敵だ。リーチの途中で当たりました。こんなタイミングであるんだ。2ラウンドかよ。しかもだいぶ取りこぼしたしない。ちゃんと入れました。だいぶ弱かったけど当たりました。戻した。いやー、だいぶ弱かったけど、なんもない。嬉しい。電柱に当たってね。電柱で当たって、時短に引っ殺して、最高。まあ、時短引き殺してから、いいでしょう。いいよ。あるか？赤色。そしたら OK。大丈夫でしょう。並
75% くらいあると思う。当たれば100円。しかも10ラウンド。お願い、お願い、お願い。おっしゃ。これは上がります。おっしゃ、マジです。ありますと、はい、これで時代引き戻しました。また来た、またまずは天杯来い。あ、8天杯返しましょう。 OK 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 OK。 あとは文字の色、赤になってくれ、赤。あ、今度は青か。まあ 60% ぐらいあるかな。あとカットインとかあればな。 55% ぐらいかな。ひたすま、ひたすま、ひたすま。うわー、弱いかな。うわー、引か。よっしゃ、どうも。稼働が終わったんで、はい、稼働場です。ラーメン食べに来ました。来ました。僕が大学の時ね、うん、だから10年ぐらい前に食べに来たんですけど、うん、どんな味だったか一切覚えてないです。豚骨ラーメンでしょ、書いてあってる、うん、情報を見ると、はい、いいね、おいしそう。感想は梅めっちゃどんな風にうまいの。うめ、そっちか入れる、とにかくね。はい、どうも、どうも。今日の結果報告です。はい、です。何ちょ隠してるんですか。いや、もう僕さっきも外にいたから。あ、うん、母ちゃんいつも愛してるよって電話してたから。素晴らしいことですね。ね、うん、親孝行もんなんですから、僕は、うん、ね、素晴らしい。はい、ひろみさん、ひろみさん、僕も愛してますよ。あからこちゃんに会いたいって言ってたよ、カナカにいる間に。
みたいな話を雑談はいいよ、はい、終始終始、はい、はい、今日はね、まあ終始からもいっちゃいますか、じゃあ、はい、そうね、結果から、はい、プラス77,500円、はい、うん、よかった。投資が2人で35,000円で、うん、はいはい、回収が27,000発ですね。うん、はい、いいね、よう出たね。いや今日はね、ほんとね、いや、いい、やっと、もうほんと納得できる立ち回りできたなって感じですね。はぁ、うん、まあ、あれはそうだよな、うん、北斗エイトのね、うん、まあ電池もそうだけど、うん、まあそもそもちゃんとへそ回…へそじゃねえや、ちゃんと回転数あったし、うん、僕の台が20、多分7、8ぐらいじゃないかな、うん、そうですね、うん、僕の台24ぐらい、うん、まあ、まあまあ今日反省すべきは、ちゃん、いや、こ、僕が、うん、あの正直ね、ここまでいい調整してくると思わなかったんですよ。おー、うん、ホールチェック行った段階では、うん、まあ、ある意味ギャンブルみたいな感じで、うん、ホールチェック行った段階ではここはもう使えないなと思ったんですけど、うん、まあ、今日が特定日だっていうの僕知ってたので、うん、で、ツイッターとかでもなんかいろんな人がアドバイスくれるけど、今日僕が行った店は特に上がってくることなかったんですけど、うん、うん、でも今日いざ行ってみたらめちゃくちゃメリハリのあるいい調整をしてて、うん、良かったよね。そう、特に刑事漆黒と北斗無双と烈火の炎、うん、で北斗いてもまあ良かったですね、うん、結構、うん、空いてる台は空いてるし、うん、まあ、し、まあ締めレベルではないですけど、うん、まあまあ台によってかなりメリハリがある調整してたなって感じで、うん、うん、ね、ですね。で僕たちはちょっとね、今日11時ごろでしたっけ、お店いたの11時ぐらいだね、着いたの、うん、そう、着いたの2時間ぐらい遅くなっちゃったんで、うん、無双とか、うん、刑事はもう全部埋まっちゃってたんでね、打つことできなかったんですけど、うんうん、軍団いたしな、うん、わかりました、軍団、うん、もうあれでしょ、もうさ、台にさ、スマホ置いてるやつとか、あの辺がそうでしょ。そうっすね、うん、もうなんか何、わかりやすい、そう、つまんなそうじゃないけど、もう機械的に打ってる感がすごい出てんだよね。こいつらなんだと思って、まあ明日も早いんでね、ちょっと、はい、まあ、編集これから最後のことですけど、はい、頑張ってください、頑張ります、はい、はい、じゃあまた明日、うん、はい、バイバイ、バイ。I'm a little dark.